あの森にはな、空から幾千の羽が降る日があっての、それを見た者は必ず願いが叶うという言い伝えがあるんじゃ。ああ、子供は立ち入り禁止やがの。幼馴染で、今同じ劇団の役者仲間、海に飛び込んでください。ライブ決まったよ。マジ？お父さん、お茶にしようか。どうせこのまま役者続けたって一生証明なんだからさ。帰りなさい。ブーダー、親父、親父、親父、はい、お父さん、ケンジさんが死んだ。明日出発だ。ジュンは、ジュンは来てますか。ケンジさんの山売られちまうかもしれねえんだよ。なんで来たんだよ。なんでって、こっちが聞きたいわよ。じゃあ、ミコトとタカシのどちらかで、うん、森を引きつけて、うん、完璧だ。じゃあ、あとは問題は業者の方だな。せーの、はい、こちら H 店。はい、こちら B 店。ダメだ、止まんねえ。あんたたち、こんな真似してどうなるか分かってるのかな。幼稚な考えで大人をバカにすると本当に後悔するよ。バイバイ、君が好きだよ、ずっと思ってる。だけど季節は流れて、しか僕は一人きり、臆病者って思うし、すごく情けない。お前らみたいな大人に誰がなるもんか。